クライン。クライン、どうしたんだ。おい、なんだよ、キリトかよ。どかすんじゃねえよ。お前こそぼーっとしてどうしたんだ。また失恋でもしたのか。ちげえよ。ちょっとあの子の情報を見てただけだよ。あの子。あのセブンって子だよ。歌がすごく流行ってるだろ。ああ、俺もちょっと気になってるんだ。あんな小さいのに歌うまいよな。だよな。それでいてリアルでは博士でもあるんだぜ。現実世界の天才博士、かつ VR 世界の大人気歌姫か。いや、ほんと大したもんだぜ。あの子はリアルではネットワーク社会の研究をしてるんだ。ん？それでセブンとしての歌詞には共存とか平和を歌っている。つまりこの二つは別軸の活動ってわけじゃないんだよ。なるほどな。しかし別にそんなことないって。そうだキリト、そろそろパーティー組んで攻略しようぜ。まあいいけど、どこか行きたいところでもあるのか。実はな、この前とあるダンジョンの鍵を手に入れたんだよ。ちょうどいいからそこ行かねえか。わかった、準備してくるからちょっと待っててくれ。どうよ、俺はここにいるから早く来いよ。クラインと一緒に攻略に行くにはパーティー編成に入れる必要があるな。よろしく頼むぜ。どうキルト、準備できたみたいだな。なあ、クラインが言ってたダンジョンはどこにあるんだ。草原の島の天移門から北の方だ。早速攻略に行こうぜ。のダンジョンか。扉に鍵がかかってるみたいだな。そこでこの鍵の出番だぜ。今開けっからちょっと待ってろよ。これをこうして、よし、開いたぞ。そんじゃ攻略開始だぜ。みんな、クラインはなんであんなに張り切ってるのかしら。いつも以上に騒がしいわね。さあ、詳しくは知らないけど、俺たちが準備している間、宿屋の前でずっと待ってたぜ。お前ら何話してんだ。もたもたしてっと置いてくぞ。まあ、わかった、今行くよ。おりゃ、てい、リト君、やってやる時はやるんだぜ。やるときはやるんだぜ。
勢いで空気が噴出していて、さっき動かしたスイッチはこれを動かすためのものだったのね。そうか、なるほど。これを使えばあそこの通路まで進めそうだな。これって女の子にとってあまり嬉しくない移動方法だね。ところでクラギ、お前本当にさっきのセブンの人が好きになったのか。歌を聴いているうちにきついなって思い始めちゃってさ、ファンになったのか。ちげえよ、ファンみたいなミーハーなもんじゃないんだよ。俺はもっと崇高な気持ちで彼女のことを尊敬、崇拝してるっていうか。完全にハマっちゃってるんだね。ボス部屋に着いたみたいだ。どうする？このままボスに挑もう。よし、それじゃ行くぜ。このボスはそんなに強くないようだから、やっつけちゃいましょう。また敵の体力が残り少しです。どんなもんよ。大したことなかったな。しゃあ、見たか俺様の実力。やりましたね、お見事です。おお、噂通りあったぜ。へえ、こんなのが ALO にあったんだ。面白いところをついてくるじゃない。シノーさんは知ってるんですか？ええ、トントゥは北欧の森の妖精なの。もともと ALO 自体がケルトは北欧神話をモチーフにしてるわけだよな。そうね。でもその中でもこのスバルトエリアはテーマ性を色濃く表現している気がするわ。モンスターデザインとか設定とか。ああ、道理でモンスターに妙な法則性がある気がしてたんだよな。そうね。これからは北欧神話の神々をモチーフとしたボスとか出てくるかも。アース神族とか霜の巨人とか、いろいろと想像が膨らむわね。ちょっと楽しみかも。そうだな。そう考えるとなんかワクワクするな。それにしてもシノン、お前そういう伝承とかに詳しいのか？読書とかが好きなんだけ。そうか。とにかくトントゥは北欧では幸せを運ぶ妖精と言われているのよ。へえ、なんか素敵ですね。クラインさんはこの花が目当てだったんですか？おうよ、この花は幻の花って言われてる超レアアイテムなんだよ。これをセブンちゃんにプレゼントするぜ。目的はそれかよ。最後の最後でしらけたわね。ファンなのね。ファンじゃねえって。そう、俺たちはクラスタなんだ。クラスタってネット用語の？確かフサって意味だよね。セブンを花として集まるたくさんのフサか。めでる対象と心のつながりがあるって言いたいのか。なるほどな。キリト君？いや、俺はあくまでクラインの気持ちを代弁してみただけで。そうだ、セブンちゃんを普通のアイドルとかと一緒にしてもらっちゃ困るんだ。うおー、セブンちゃん、これからも愛し続けるぜ。あー、ダメね、完全にハマっちゃってる。疲れたわね。
さっさと町に帰ろうよ。ああ、撤収だな。おい、みんな待ってくれよ。最近ずっと町にいるよな。攻略しないのか？攻略も大事だが、今はセブンのイベント間近で忙しいんだよ。そうなのか。だからお前たちに構っている暇はないんだ。じゃな。やったね。フィールド解放に一番近づいているギルドなのに攻略を後回しにするなんて変わってるわね。まあ、ゲームの楽しみ方なんて人それぞれだからな。あいつらが攻略をストップしてる間にフィールド解放を進めようぜ。うん、そうね。キリト君、どうし、なんだか視線を感じるぞ。え？この辺は私たち以外はいないと思うけど。そうか、気のせいかもしれないな。ふーん、